カンガカンガを着た女性カンガは、タンザニア、ケニアに代表される東アフリカで、衣類や風呂敷などとして広く利用される一枚布。カンガに用いる布地は、定型ができていて、幅110センチメートル、長さ150センチメートルの色鮮やかな面プリントである。柄にも決まったデザインパターンがあり、ピンドと呼ばれる縁取り、模様と無地と呼ばれる。 中心模様がそれぞれ異なった図柄で描かれる。モチーフに決まりはなく、様々な模様がある。また、布の中央に、主にスワヒリ語で、格言や流行語、ことわざなど、何かしらの言葉が添えられる。この言葉は、ジナと呼ばれ、今の気持ちをジナの語句で表現することもあると言われる。ことから、カンガは、喋る布とも呼ばれる。二枚分がつながった形で売られており、 購入者は半分に裁断し、ミシンで橋を縫って使う。カンガは民族衣装と呼ばれることがあるが、その歴史は19世紀中頃と比較的、浅い上にカンガを着用する民族を特定することは、東アフリカの地域性から見て、文化人類学的には困難である。スワヒリ地方発祥ということから、イスラム教と関連して捉えられることもあるが、 キリスト教徒も同様に着用しており、宗教性を帯びた服装でもない。カンガは19世紀の中頃に、ザンジバル島やモンバサ近辺の女性たちが、ハンカチ用の布を縫い合わせて大きな布として利用し始めたのが、始まりと言われている。レソと呼ばれたその布は、やがて一枚布として製品化された。布の模様が、ホロホロ調の羽模様に似ていたことから、 カンガと呼ばれるようになったと言われている。また、現在でもモンバーサ周辺では、カンガのことをレソと呼んでいる。20世紀前半のカンガの生産は、イギリス、オランダ、イギリス領インド、ドイツ、日本などの企業によって行われていた。1955年から1969年は、日本が最大のカンガ生産国であり、1970年代からは、 中国の企業が参入して最大の生産国となった。衣類としての漢画は厳密には着るものではなく、まとうものであり、巻くものである。多くの女性たちはワンピースなどの服を着た上から一枚をエプロンスカートのように腰に巻き、もう一枚をベールのように頭にかけるか、ショールのように肩にかけて用いる。ワンピース型、ブラジャー型、ヘッドバンド型、巻きスカート型、 ケープ型など着想型、使用法は多岐にわたる。東アフリカでは、古くから、現在もマサイ族に見られるような肩口で一枚布を結んで、垂らしたりマントのように着る着想型があったが、現行の形が整ったのは19世紀中頃と、民族衣装としては、比較的新しい部類のものである。ありがとうございます。